皆さんお疲れ様です。今日は、これですね、シマノのケース、ソフトケースっていうのかな、システムケースっていう言われるもので M サイズですね。これが L サイズで、こちらのケースがね、非常に、家族で行く時とか便利で、自分で一人で行くとやっぱこっちはね、前紹介したような、まあ2人ぐらいはいいんだけど、家族で遊びに行くっていう時はやっぱこういうのがあった方が便利ということで、釣りね、でホタル入れできるんですね。これね、サビキ釣り道具をいくつも入れるんですよ。引っ掛けるんですよ。もう子供たちとかね、嫁さんとか連れて行くとね、もうずっとね、自分の釣る時間がないぐらい、まだまだ、家族連れて行くとそういう感じなんで、でこちらがね、タックルボックスで、BM、なんだ、7000を準備しましたね。3000円ぐらいなんですけどね。で部品をつけていけばもっと高くなるんですけど、そんなにね、まあ竿立てはやっぱあった方がいいので、まあ竿立てと、まあ、2000円しない、1600円ぐらいですかね。で4つつけて、でこちらで作業していこうという感じなんですが、でこちらのねケースにね、どうかなって心配してたんですけど、綺麗にね入りました。こうほら入りました。こう2つね、4つ入りますね。でこの L サイズの、システムケース、BK093T ですね。これもね綺麗に入りました。こうね、でこういう道具をね入れて、まあ大体家族でね、こう出して道具を出して作業するということできるので、まあこれをね、この S サイズっていうのがね、島野さんが存在見つけてもしないんだけど、あるのかな。 BK093TM です。これ M で、ここを見ると M までなんですね。これ S 作ればいいのにね。なんかこういろんな大きさでね、割り手頃で使いやすいし、そう思うんだけどないんですね。でこれも 洗うことできるので、今ちょっと汚れてますけど、すごい丈夫な使いで、このままねバッカにも入れられそうな感じなんで、これもうちょっとね細かくしない釣りとかだったらいいんじゃないかなと。これがね単品で売ってないんですよね。こう置いて、もう一個ここに置いて、こうでここの上に、まあ釣りしてる間だけでもここに一箇所、いろいろなこう勝手にホタッとってね、でそのまま持ってきていいんだけど、このトレイがもう一個単品で売ってあったらいいんだけど、ないんです。外にトレイは売ってるんですよね、 ML っつって。で風で飛ぶじゃないですか、防波堤とかいたらね、ね、やっぱ中にこうしてグッて止めて、そしたら家族でやりやすいんですけど、まあこういった形も、あるので、徐々にね今揃えていってます。で今度また子供たちが来るので、まあ、こちらじゃなくてこっちでトラック乗せていこうかなと。これの9線っていうのもあるんですね。でこっちはこちらで便利だよね、やっぱ。もういろいろ、もうすごい何でもホタル置いてるんですけど、片付けてないんですがね。で昔ね、自分が使ってたのが昔ついでなんだけど、こっちなんですよね。これも明宝さんじゃないかな。あ、明宝さんだ。これも明宝さんの、これ使ってたんですね。これとこれの大きいやつ、明宝さんの使ってたんですよ。でこれはね、まあ僕が釣り始め、もっと最初頃だな、これはこれで使い勝手はあると思うんですけど、うん、釣りでねこれでよく行ってました。もう一個持ってるんですけど、これの大きいやつで、今片付けながらね、今シフトをこっちにして、やっぱ釣り竿を立てられる方が便利ね。そうで、これを本当だったらもうちょっとスタンドを高くして、
なんていうの、あれしたらいいんですよね、仕掛け作りとかね、立てるとこう糸が絡まったりするんで、風が吹いたりすると、まあ非常に今回ね、言いたかったのはこれが、入ると7線だったら綺麗に4つぐらい綺麗に入りますねということがね分かったんで、よかったら、参考にねしていただければと思います。ありがとうございました。